そもそもご本尊がたやすく取り替えが効くなどとは思うていただきとはございませんがな。それはもう重々承知しております。ちなみにこちらのご本尊はどなたが？高級仏師作の観音様にてございまする。もちろんご本尊様が戻られた暁にはお戻しになるも、他にお祭りになるもお任せいたしますが、ご本尊がお留守というのは心もとないことかと、さぞそうらも心を痛めておりましょうな。日々の行などはいかにして？朝の夕名にご本尊の裏のお寿司に手を合わせておりまする。そもそもどなたかがあの賊めらをさっさとご処罰されておれば、かようなことにもなりませなんだものを。何分なお虎はそうでもございまして、武家の仕置きに戸惑いを覚えたようでございまして。さようなお考えならば仏門に戻られるがよろしいと存じますがな。おお、これはこれは手厳しい。何とぞそれくらいにしていただきたく。近藤殿、私が至らぬばかりに騒動を引き起こした、誠にすまなかった。いや、お顔をお上げくださいませ。それがしはお分かりいただければそれで。おお、そうじゃ、ご本尊がおったところを拝見したいのじゃが、よろしいかの？ご寄進するにあたり、ご本尊の大きさを測っておきたいのじゃが。ええ、どうぞ。こちらにございます。さて、ご本尊はおられぬようになったのでは？これは おかしゅうございますな。これは本尊ではない、別のものを置かせたのであろう。そう言うておられたではないか。あ、私といたしましたことは。しかし先ほどは朝な夕なに空のお寿司に手を合わせておると。あれはその忘れておったのであろう。あ、今朝代わりのご本尊をお祭りしてございます。さようでございますか。ちょうどよい大きさのものがござって何よりでございましたな。では失礼して。おお、これはご本尊にしてもよいほどのいい顔をされておりますな。確かご本尊の作は高級仏師でしたな。これはいかがしました、和尚。なんとまあ、これも高級仏師の作で、ここに銘があるのじゃ。なんと。近藤殿、もしやとは思いますが、これは御本尊御自ら戻ってこられたのじゃな。さようにございますかな。近藤殿、拙僧が思うに
ご自身で戻ってこられたは仏の御心ではござらぬか。わしが戻ってきたのじゃから、もうここらで収めようと。いや、しかし、すべてお見通しじゃぞと。ご本尊様にお経をあげてもよろしいかの。いいと近藤殿の末永い繁栄を願い。ぜひ南慶様にお経をあげていただけるなど。私も共によろしいですか。もちろんでございます。まかはんじゃはらびたしんよかんじさえ私のところに頭が忍んできよってのは。え？おお。で、事の顛末を話したところの。仏像など盗んでねえですよ。朝から晩まで働いて盗みに行けるわけがね。まあ向こうとしてはそこらあたりはどうでもいいんじゃろうの。俺らを捕まえるために新たな言いがかりをつけたってわけですか。はははお主察しがいいの。俺らのことを賊だの悪党だのよく言いますね、お武家さんは。のう、己のことは棚にあげての。和尚さん、盗まれてないとすりゃご本尊様はどこにありますかね。まあ動かすのも恐れ多いものじゃからの。おそらくはそのままにしておるのじゃろうの。そこで頭が考え出したのが今日の策じゃ。わしがご本尊のことで近藤の菩提寺に行くとなれば、ご本尊はさすがに隠されよ。そうして頭はわしらが話をしている隙に隠されたご本尊を盗み出し、私が至らぬばかりに騒動を引き起こした。誠にすまなかった。また元に戻し、慌てた近藤をわしがうまいこと丸め込むという算段でな。盗っ人にしか考えつかぬ話ですな。手放しに褒めるにははばかられるが、ああ見事なもんじゃ。しかしまあこれで近藤もしばらくはおとなしくしておるであろうの。